山田おはようござバサいまラす。サラバンジ誰だがよ呼んだり。か心優しきパンクロッカー山田バサラです。今日はですね、徳島ね、ライブしましたけれども、なんとすごい人と出会ってしまいました。自己紹介あ、いいですか、はい、僕香川高松で音楽活動してます、はい、浩二松本って言います。浩二松本さん、はい、よろしくお願いします。年齢は不詳なんですね。まあ、一応そうですね、まあ、知ってる人は知ってるんですけど、はい、年齢不詳ででも全くある意味似てるとこもあるんですけど、うん、スタイルは真逆ですよね。そうですかね。どう思いました今日のバサラ見て。いや、僕はね、はい、バサラさん、まあ、沖縄の方って聞いてたんですけど、はいはい、まあ、イメージの通り熱い感じです、ね、あ、僕は響きました、はい、最初は、はい、すごくこんな感じでダンディーなんで、うん、あんまり喋らなくてちょっと怖い怖もての方かなと思ったら、ステージもすごくおしゃれで ラブソングしか歌わない。いや、僕はね、もう僕と真逆じゃないですか。ラブソングしか歌わない。ね、ラブソングしか歌えない男なんですけど、うん、はい、愛の伝道師、ね、伝えたいですよね、はい、本当ね。ちなみにお仕事は何されてるんですか。あ、そのミュージシャンっていろんな音楽以外にはまあ別にいいんですけど、うん、僕はい、保険の代理店してます、はい、はい、これ言って大丈夫ですか。あ、全然大丈夫です、はい、でもいろいろ音楽でもいろいろレーベルとかそういうのもいろいろされてるんですよね、はい、音楽でもですね、自分の自主レーベルで、はい、頑張ってますんで、はい、ちなみに今日の徳島、はい、お店どんな関係なんですか。ファイトクラブの、ね、ファイトクラブのオーナーの、はい、まあ、僕は大ちゃんと呼んでるんですけど、はい、彼と20年近い付き合いで、はい、うん、あ、本当お世話になってますね。はい、で未だにあれでしょ、うん、もうやっぱりもうモテたい、女性が好き。そうですね、やっぱりね、女性にモテたいですね。沖縄のね、女性にも、え、僕ね、可能性ありますか。可能性が、まあ、ゼロではないですね。本当ですか、受け入れてくれますかね、うん、僕は毎月、はい、沖縄市ってあるんですけど、はい、沖縄本島の沖縄市で毎月イベントやってるんで、はい、大交流会ってなってるんですよ、はい、その大交流会に、うん、お招きしたら浩二松本さん、僕の、はい、その大交流会のお客さんがどんな反応を示すかっていうのこの僕と全く世界観真逆なんだけど、うん、どっかで共通点を見つけると思うんですよ。いや、嬉しいです、うん、で、はい、僕本当に思ったのは優しいですね。 まあね、基本的に優しい。本当に優しい。まあまあ自分でもおかしいですけど、はい、女性には優しい。男性にはあんまり優しくない。いやいや、まあまあ男性にもまあそれは真摯に、はい、真摯に、はい、真摯ですから、はい、じゃあせっかくなんで、はい、沖縄のですね、女性も見てるかもしれないので、沖縄の皆さん、はい、ちょっとまだね、沖縄、まあ、僕旅行ではまあ2回ほど行きましたけど、はい、音楽活動はしたことないんで、うん、ぜひ今日、はい、バサラさんと一緒にやり合ったんで、ね、はい、一度お邪魔したいなと思ってます、はい、ぜひお越しください。僕のお客さん度肝を抜かれると思う。どんな風に反応すればいいのかなってこれ本当に。いや、もうね、ゆったり聞いてください、はい、本当、はい、そんな僕は藤井フミヤさんかなと思ったんですけど、はい、この見たビジュアルが。でもいろいろ音楽的にはあれもルナシーのね、そうですね、うん、まあ、あとボーイ河村隆一さんとか、河村隆一さんとかボーイの ねとか氷室さんとか憧れてる男です。やっぱ世代がね分かりますね。そうですね、そういうので、はい、なのでよろしくお願いします。ぜひ近々もしかしたら沖縄に浩二松本さん、はい、松本さんがいらっしゃるかもしれないのでですね、はい、来年ぜひよろしくお願いします。この組み合わせすごいですね。みんなびっくりしますよ。で今日ね、はい、マスターからね、はい、なんか一緒になんかセッションしたらどんな世界ができる、ね、何か裏切って面白いことができる、なんかね、今度もしご一緒できるんだったら、はい、一緒に曲やりたいです ね、ぜひやりましょう、はい、よろしくお願いします。ダイさんはちらっと出なくていいですか。大丈夫、もう大丈夫、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 入れそう。まあ、てことなんで、はい、はい、なので僕のね、沖縄の女性の方もぜひ、もしお待ちしてます。お待ち、こんなキャラ今までいなかったから。すごく僕が勝手に嬉しいですね。でもすごい、僕はドギマンドギマン分かりましたよ。本当に沖縄の女性とね、はい、
ます。親しくなりたいと思います。親しくなりたい。親しくなりたいです、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、麹松本さん、はい、いつもね、今日も一日サラバンジでお別れしてるんですよ。はい、サラバンジって絶好調って意味なんですよ、沖縄の方言で。サラバンジですね。今日も一日、はい。で、いつも今日、はい、今日も一日サラバンジで僕が言ってるんですけど、うん、せっかくなんで今日は僕ね、この声がちょっとこう深夜のラジオ向きだと思ってて、はい、それをこの僕のですね、はい、まあ、朝いつも投稿してるんですけど、はい、あえてですねこのダンディな感じで、はい、今日も一日サラバンジで締めていただきたいんです。サラバンジ、サラ、オッケー、サラバンジです。はい、はい、はい、じゃあ今日も一日サラバンジ。